補助金の交付で不適切な事務処理をしていたとして宇佐市の職員が減給処分を受けました。市によりますと、市民生活部の20代の男性は地域の任意団体が提出した施設の環境整備に関わる最大30万円の補助金の申請について、行員を無断で使って交付決定通知を出すなど不適切な事務処理をしていました。補助金の支払いがないことから任意団体の代表が担当課に相談し発覚したということです。宇佐市はこの男性職員を減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分としました。